させていただきます。今日2時間お時間いただいているので、途中で1回お休みを取って、また後半ということでお話をさせていただければと思います。では、まず、子どもの関係の犯罪の話をさせていただきます。まず不審者認知状況というものがありまして、子どもが、痴漢とか、そういうのにあって、あ、なんか嫌だな、怖いなと思って警察に相談した数というのが平成30年が531回ということで、まあ、1日 1.5 回ぐらいですかね、相談があるというような形で、子どもの方から、警察の方に通報相談が上がっています。731回、去年はこれまで十何年の間で一番少ない数になっています。私が、この仕事を始めた時は730回くらい通報があったので、それに比べたら、まあ、200回くらい減ってるんですけれども、ただ通報が減ったから安全かというと、そういうわけでもないということがあります。やはり大きな事件があった後ですと、ちょっとでもあの人変だと思えば通報が増えますし、少し安全だなと思うと、なんかそういうのを気にならなくなって通報が減るということもありますので、多い少ないで安全かどうかというのを測るのはちょっと難しいかというふうに思っています。ただ少なくとも昨年530回は子どもが、あ、なんか変な人がいて嫌だなと思ったということだけは覚えておいてもらえればというふうに思います。次に子どもの安全対策についてちょっとお話をさせていただければと思います。犯罪はなぜ起こるのかということなんですが、犯罪が起こる3要素というものがありまして、犯罪者がいなければまだ犯罪というのは起こりません。次に被害者がいなければ犯罪は起こりません。ただ犯罪者と被害者がいたからといって必ず犯罪が起こるわけではなくて、犯罪が起こる環境っていうのが揃ったとき、3つ揃ったときに初めて犯罪というのが起こります。で、環境っていうのは、この犯罪を犯しても警察に捕まらないとか、そういう人が邪魔しないっていうような、そのような環境が条件として整ったということで、3つのものが重なったときに初めて犯罪というものが起こるっていうふうに思ってください。すみません、ここからですね、安全マップの話に入っていきたいと思います。まずは危機管理というお話をさせていただきます。危機管理というのは実際は2種類あるんですけど、まずはクライシス管理、犯罪に遭った時にどうするかということです。これが今、まあ、うちの方の防犯講座でも、こういう時はこういうふうに逃げるんだよっていうような話をしているのがクライシス管理になるかと思います。まずは防犯ブザーを持って防犯ブザーを鳴らしましょうをさせてもらって、大声を出して誰か助けてっていうような形で逃げるんだよっていうような話もしています。で、走る時は一生懸命走ってね。で、連れ去られそうになったら手をつかまれないように逃げ、抵抗するんだよっていうような話もしています。で、実際にクライシス管理って犯罪に遭った時どうするかっていう話なので、自分がもうすでにそこにいるのは危険な状態っていう状態で、どういう活動をするかっていうのがクライシス管理っていうふうになります。で、こういう状態にならないようにする方がやはり子どもにとっては安全度が高いと思うので、子どもにとっては犯罪に遭わないリスク管理の方を、子どもたちのためには考えていくのがいいのかなというふうに思っています。で、最後ですね、地域安全マップを活用してこの危険と安全を見上げてもらえればなというふうなことで思います。実際にこれ子どもたちが作った地域安全マップの写真なんですけれども、実際に自分たちで地域を守ってここが危険だ、安全だっていうのを調べてきたものです。で、写真にここが危険なんだっていう写真をつけて、どうして危険ってコメントをつけて、地図にして、見せられます。で、この地図を、まずは地域に出て自分で確認するっていうことが一番のポイント。で、その次に戻ってきた後に写真を見ながらどうして危険かっていうのをもう一回再確認するのが2つ目のポイントですね。地域安全マップで、自分たちで危険な場所を見分けたっていうことと、2
さらにそれがどうして危険なのかというのをもう一回考え直すということが子どもたちの理解が高まるということの一つの手順になっています。私の説明が以上になります。ご清聴ありがとうございました。